はい、皆さんこんにちは。ヨダさんちのレイちゃんです。はい、ということで今回は 3COINS のコスメでメイクをしていきたいと思います。とね、 3COINS のものではないコスメも使うんですけど、よかったら最後まで見ていってください。スタート。こちらのケイトのファンデーションを使って、 3COINS ね、こういう可愛い色のパステルカラーのいろんな形をしたスポンジが売ってたので、こちらを使って塗っていきたいと思います。こんなね、ハートとか丸、これひし形のものとかいっぱい入ってます。家みたいな形のものと、あとハート、かわいいこのピンク、あとこれ紫のこんな形のものが入ってます。じゃあかわいいからこれで塗ります。肌触りは結構いいです。普通のスポンジと一緒で使いやすいと思います。はい、ファンデーション塗れたら眉毛もね、いつも使ってるやつを使っていきます。いやもうね、今の時代ね、100均とかね、300円均一の店とかでコスメが売ってるってもうすごいですよね。 3COINS はね、結構よく行きますよ、私。ピアスとかね、たまに買う。あとなんか収納系のボックスとかめっちゃいいの売ってるんですよ。はい、そしたら次アイシャドウなんですけど、こちら 3COINS のコスメの名前なんですけど、マジッククローゼットっていう名前で、この MC っていうロゴのものになってます。 MC 3色アイシャドウ2を使っていきます。めっちゃ可愛いこの色。こんな感じでラメがすごいさりげない感じでめっちゃ綺麗。一回こうやっただけですごいつくので、発色めっちゃいいと思う。真ん中のゴールドみたいな色をアイホール塗って、この上のブラウンを二重肌塗ってきます。はい、こんな感じでめっちゃ発色良くないですか、これ。ちょっと300円やと思えやん。はい、ではアイライナーもこちらいつも使ってるやつになります。で、アイシャドウなんですけど、こちらのタイプのものもありました。ピンクです。塗ってみるとね、そんなピンクっぽい感じなくて、涙袋とかにも使えそうな色味だと思います。はい、こんな感じでほんのりピンクです。で、そしたら次チークなんですけど、こちらクリームチークとパウダーチークがあって、色味はどっちもピンクなんですけど、若干クリームチークの方がビビッド系で、こっちがちょっとコーラル系のピンクです。やっぱりね、冬なので乾燥しやすいので、クリームチークの方を塗っていきたいと思います。なんかすごい色つきそうだな。わ、めっちゃ色つく。やばい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 って大福みたいになっちゃったよ。はい、ちょっとスポンジで押さえたらね、マシになりました。で、じゃあこっち側にパウダーチークをのせていきます。あ、でもどっちも結構一回手に取って塗るだけで発色いいです、めっちゃ。はい、こんな感じです。乾燥肌の私にはこっちの方が好きです。こっちにもちょっとクリームチーク塗ってきます。これでちょんってのせてスポンジでやるのがいいかもしれない。はい、こんな感じでチーク完成で、こちらのね、グロスタイプ、あとね、こういうスティックになったタイプ、あとね、もう一個マットリップがあります。めっちゃ秋っぽいね、この色は。秋っぽいマットリップ。リップスティックは2色あって、オレンジタイプとピンクがあります。グロスも2色あります。なんかマジで300円と思えやんないけど、春っぽいメイクにしたいので、リップスティックのこのちょっとコーラルオレンジっぽい色を塗ります。なんかすごい柔らかい、塗りやすい、硬くない。はい、こんな感じで普段あんまり塗らない感じの色です。ベージュっぽいオレンジみたいな感じですね。このね、リップスティック塗った後にこちらのグロスでちょっとね、色味似てるので、はい、ということで完成です。いかがでしょうか。服も結構春っぽいということで、 3COINS ってね、300円なんですよ。だからコスメも300円なんです。信じられやんねんけど、まあ、ちょっと眉毛とかアイラインとかいつも使ってるやつはちょっと使ったんですけど、ほぼね、 3COINS のコスメでメイクできます。もう300円で買えちゃうので、ぜひよかったら真似してみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン、コメントぜひお待ちしてます。それではバイバーイ。